市原誠二が14日配信の YouTube 版は、井戸ショー番組、宮迫博之のサコルニュースに出演。同番組の仕組みにいきなり噛みついて騒然となった。同番組はワイドショーながら人が行き交う商店街でリアルタイムで行われる。扱うニュースも商店街の人からの案、系と結果を参考に進められる。この日の最初のニュースは米国で北シリコンバレー銀行の破綻。スタートアップ企業向けに融資を行う米国の銀行、シリコンバレーバンク、SVB が債務超過に陥った。SVB の総資産は2000億米ドル、約27兆円で、米国銀行の破綻としては過去2番目の規模。急速な利上げにより貸し出し先のスタートアップの経営が悪化し、預金の引き出しが相次いだほか、保有債券価格の下落が市場の不安を招いた。このニュースに入る直前、誠二はおもむろに、すいません。これ、ほんまにこの商店街で興味や、ニュース?と鋭い突っ込み。この日の放送は、東京、ハッピーロード、大仙商店街で生配信されていたこともあり、この商店街でシリコンバレーに口座持ってるやつおるの?と素朴な疑問をぶつけた。これには宮迫も、いやいや、何人かいるかもわからんやろとたじたじ。この日の日経平均株価は銀、漁業を中心に大幅安の展開。米国の銀行破綻が日本にも影響を及ぼしたという恒例だが、誠二は、そりゃ銀行業で同じやからと引かない。その後も、この商店街にシリコンバレーの影響を受けてるやつ、おるのか、嘘やろ、カップの味噌汁飲んではるやん、などと回らなかった。